はい、こんにちは。毎度ジェームスタジです。昨日、いつも執筆してるコスミック出版のあいつり雑誌が、発売になりました。そちらね、僕もまた今年も執筆のお手伝いさせていただいてますんで、ちょっとご紹介したいと思います。今年はこんな感じです。これ表紙になってる新潟の五十嵐さんという、まあ、有名な方、あまり交流がないんで、面識あってもあまりお話ししたことないんですけど、今年はその三面川が地元の人が表紙になってます。でね、こうやってやっと見づらいんで、こんなとこに、はい、今年やった撮影したわけじゃないんだけど、前にも出てた仕掛けのね、大鮎仕掛けの紹介で紹介されてますけど、ここの編み込みの部分ね、これちょっと違う記載になってるんで、編み込み全部通したところに編み込みのギザギザにシワで引っ掛けてるんです。これちょっと図が違いますから要注意です。でその他にも、はい、ペラペラと塗っていきますが、これは5段、はい、これ私が執筆してる秩父荒川の原稿です。今年ね、秩父荒川、去年か、初めて前半だけじゃなくて後半も行ってみて、もうすっごい太鼓のヘラブナみたいな鮎が釣れるんでね、もうここにも書いてありますけどね、こんな秩父なんか行ったと面白くないよなんて言われたんですけど、行けば大鮎で面白いです。なかなか皆さん行かなくなって隠れた穴場スポットで楽しいですね。それを紹介してます。で次が、はい、これはカンナ川でも書いてます。もうずっとカンナ川書いてたんですけどね、こう最近あんまり行かなくなっちゃって、去年シノちゃんが行こう行こうっつって連れてるっつって行ったら、カンナ川でかいばっかりで、まあでかいったってそんな高橋で言ってますけど、23ぐらいいいのが数連れて楽しかったですね。それで紹介してます。それと、はい、渡良瀬川の支流になる秋山川、今年ね、本流が釣れた人いっぱい、YouTube で上げてる人いるんですけど、僕はいい時当たんなくて、全くそのなんか本流でいい思いできなかったんで、いい思いはかろうじてできたのは秋山川って、渡良瀬水系だと秋山が釣れましたね。しかし泳ぎがいいです。マッキキのやつがもう本当にこれ天然なんじゃないのっていうぐらい、放流の鮎だと燃えないぐらい泳ぎがいいです。秋山が随分釣れました。いい思いしました。ただ後半行ってないんでね、今年は後半鮎がどんだけでかいのか行ってみたいと思います。それとね、YouTube でも紹介してある、おもりのやつとかも買って、これ富山ね、富山親部川もいまいちだったし、初期上岸寺ってね、上岸寺結構釣れたんで、上岸寺のこととか、お隣の早月川のこととか、まああとはもうしのちゃんが角川角川っつうんで、魚津の角川のことがちょこっと書いてあります。まあ、富山そこら辺うろうろした話でね、いろいろ執筆してます。でおもりの話はこれかな、あいおもり自分で塗ってみたの YouTube に出してますけど、 QR コードで YouTube の方につなげます。でさっきの秋山川も YouTube の方にQR コードで入れますんで、でその他のね、 QR コードついてなくてもカンナも秩父荒川もちょっとずつ、まあ下手くそなりに動画作ってますんで、まあみんな5分以下 2,3 分の動画ですけど、よかったらそちらも覗いてみてください。であとはですね、今年はいつも出てる人たちだけじゃなくて、私のお友達のこれですね、友達にも書いていただきました、三岡さんっていう、もう九州の球磨川のスペシャリストで、もう激流に首まで使って、九州のね、球磨川行ったことある人はみんなこの人とこの人の仲間の人に
球磨川とか案内してもらってんじゃないですかね。そのぐらいあの全国区で皆さん球磨川行ってる方ね、集まってきて、この人が必ず案内してたりする人なんで、九州ではもうあの釣り場を聞いたら知らないとこないぐらい詳しい人です。でその他にもね、三岡さんの他にも、まあ、エトリさんも去年から書いてもらってますけど、岐阜のバリバスの有名な方ですね。で、あとどこ行ったかな、あ、これだね、大井川。いつも静岡行くとね、お世話になって、あのサンラインカップでわらしな行ったりと行った時とかもお店で阿部わらってあの居酒屋さんでお世話になった滝下さんって、あのバリバスのテスターで、これもあのいつもお世話になってるお友達の方なんですけど、今回執筆にご協力いただいて、大井川静岡の方紹介していただいてます。あとはもうね、いつも出てる岩本さんだとか佐藤豊ちゃんだとかいっぱい出てますんで、よかったら暇つぶしに買ってみてください。今年も盛りだくさんと、まあ締めとしてはこの薄いですからね、盛りだくさんとは言えないですけど、あの解禁前になかなかあの楽しい暇つぶしになると思いますんで、よかったらご購入よろしくお願いします。